今週もお疲れ様でした。こんばんは、皆さん1週間お疲れ様です。今日は月曜日じゃない今日は金曜日だから、皆さん月曜日から金曜日のお仕事お疲れ様でした。イエイ。こんばんは、たくやさん、スーさん、ハート、サイダーさん、ルーペ、ありがとうございます。こんばんは。まだお仕事中の方もきっといると思う。頑張ってください。この後もお仕事が終わるまで頑張ってください。そして終わった方はお疲れ様です。いっぱいおいしいもの食べてください。いっぱいおいしいもの食べて。山田太郎さん、かわいい。クックさん、帽子ありがとうございます。これからお仕事、そっか、今からね、夜勤でお仕事がある方は夜勤頑張ってください。クックさん、パイヌミさん、帽子、ゆいさん、レインボースターありがとうございます。こんばんは。お、これから3連休。そうやんね、月曜日も祝日やからさ、土日月で、まあ、3連休の方もおるよね。イエーイ、連休連休。お、明日幕張イベントファイト、ありがとうございます。そうなんですよ、明日はね、幕張メッセで開催されるギガギガソニックさんに出演させていただきます。あのですね、私はですね15時、ちょっと待ってよ、出演情報とギガ、これだ、16時20分から16時30分までの間の、あのランウェイステージと、17時20分から17時45分の25分間のパフォーマンスステージの、私はですね2つのステージに出演させていただきますので、ぜひ来られる皆さんは16時20分から16時30分のランウェイステージも見に来てくださると嬉しいです。初ランウェイでね、普段こう今日みたいなこういう感じの洋服じゃなくて、ちょっと珍しい系統のライトオンさんのステージなので、ちょっと珍しい空が見れるかもしれません。よろしくお願いします。お、6時間の残業でした。お疲れ様です。お昼以降もお疲れ様です。アスパラさん、ハートありがとう。ゆいさん、ルーペありがとうございます。真空剣さん、あ、じゃないわ、あずみマスターさんありがとう。ボロンさんか、ルーペありがとうございます。ミラさん、ハート。としきさん、ルーペありがとう。早く会いたいね、みんな。早く会いたいね早く会いたいね、マジで。そう、ランウェイとシティ48のステージ、配信とかはないので、そのランウェイのね、その写真、皆さんが、動画じゃなくて写真なんですけど、写真がね撮影しは可能なので、ランウェイステージ見に来てくださる皆さん、お待ちしてます。いっぱい写真も撮ってね、サーのこと、サーの初ランウェイ、マジで緊張するわ。でも実感ないんだけど、私がさ、ランウェイ歩くなんてびっくり。こんにちは。ね、STU のパフォーマンスも、そう、7人バージョンがね初めてなんですよ。多分 PR 舞台とかしか7人バージョンやったことがないので、初のね7人バージョンでワクワクです。プチさん、ルーペ、ナニくんさん、帽子ありがとう。明日の、でもね、まだどうなんだろう、ちょっと待ってよ、チケットあるのかな、ちょっと見てみますね。こんばんは。あ、で
チケット選択、当日券、どうなんだろう。あ、まだ申し込みはできますよ。購入いろいろあります。一般指定もスタンディングとかエリアがね、いろいろあるんですけど、結構いろいろチケット、当日券はあるかわかんないけど、まだ申し込みできます。まだ申し込み可能、明日のギガソニー。ライトオン行ったことありますよ。大晦日まで連休にしよう。嬉しくないよ。みんな誰も仕事せんくなってさ、もう世界が回らんなるやん、そんなん。1月1日から大晦日まで連休にしたら365日1連休、3連休とかじゃなくて365連休。お、今日はしめ鯖の巻き寿司を買ってきた。いいね。え、空は今日の夜はカフェラテと、ネギマグロが半額だったんよ。安くなっとって、だからネギマグロ食べました。あのご飯はないけど、ネギマグロとさっき食べて、今カフェラテタイムです。ユギニャンさん、ハート、真空剣さん、絆さん、ルーペ、カズさん、帽子ありがとう。こんばんは、明日よろしくお願いします。ギガソニーランウェイステージとパフォーマンス、みんなランウェイは写真撮ってもいいけど、パフォーマンスの方は写真ダメなのでね、そこだけは間違いないよ。まあね、盛り上がってたら、盛り上がるっていうか、もう、あーってなっとったら、もうそんな撮らんと思うけど、ラウェイのみとなりますので、撮影 OK は。ご了承くださいませ。私はあれです。セブンイレブンです。ローソンかも迷ったんですけど、この前ローソン飲んで、ファミマはね遠いんですよね。でもファミマが一番多分多いですよ。セブンイレブンの M、 セブンイレブンの L がファミマの M みたいな感じなので、ファミマのが量的に多いと思います。コーヒー感が強いのはセブンイレブンで、牛乳感が強いのはローソンだと思うって勝手に思ってる。いや、お話し会のそうだよ、手続き本日中までですのでね、まだの方はよろしくお願いします。ラーメン間に合うように行きます、待ってます。幕張メッセ、幕張メッセは3月末ぶりかな、 STU48 歳ぶりかな、楽しみ。ランウェイだなんてドキドキだわ。え、ココイチのいいな、いいな。なんかカレーってさ、一人暮らししたらさ、あんまり作らないんですよ。こう家族、ママとかと過ごしてる時はその作ってくれてカレー食べよったけど、一人暮らしになってから食べんくなって、なんか生写真撮影の時とか、そうたまにココイチさんのね、お弁当用意していただいてたり、あと東京でお仕事だったりするとオーベルジーヌのね、カレーがあったりとか、カレー結構そういう外のお昼ご飯とかでしかもう食べなくなってきてる。でもココイチ好き、私一時期本当に昔ね、結構 STU48 とかがあった時、広島港のところでね生写真撮影があったんですけど、その時は絶対にカレーがあって、最近はたまにしかないんだけど、もう豚しゃぶか海の幸か、カツじゃないな、なんかチキンカツカレーみたいな、パリパリなチキンが乗ってるカレーとかもあって、めちゃくちゃカレーを食べてたけど、もう最近はね他のね
お弁当屋さんとかのがあるから、最近カレー食べてないけどめっちゃカレー好き。家のカレーとさ、そういうお店のカレーってまた違うじゃないですか。お家は結構なんか具材って感じだけど、お店のってなんか具材が特殊っていうか、お家は人参、かぼちゃ、玉ねぎ、牛肉、ブロックって感じだけど、カレー屋さんによってね、海系だったりお肉だったりめっちゃ野菜が入ってたりとかね、いろいろあるから、食べたくなってきたカレー。かつさんありがとう、ボイシーありがとう、バジラモンスターさん、ハートスーさん、だるまありがとう。こんばんは。明日幕張メッセでギガギガソニックっていうイベントに出演させていただきます。でも私はカレーも好きだけどハヤシライスの方が好きです。ハヤシライスが好きなんですよね。みんな結構カレー派の人多かったけど、私はハヤシライスが好きです。クリームシチューよりもハヤシライス。ありがとう。テンションは上げるためにスキップしながら、基礎テンション上がるで言うと、今日は松パをしてきました。じゃーん、これ今は松パが終わって何もしてない、マスカラとかもしてないんですけど、まつげがギャン上げです。マジでギャン上げ。見えるかな、めっちゃギャン上げです。ギャン上げ、ギャン上げ。そうだけどね、みんなテンションが上がらないよって方はぜひまつげを上げるとテンションが上がるのでおすすめします。まつげがね本当にね上がってるとね、朝起きてもねお目目パッチしやし、おすすめ。ちなみに夕方寝てました、1時間ぐらいかな、1時間くらいかな、寝てた、私爆睡してた。起きたら真っ暗だった、外が。起きたら、そう、キュパちゃん、お仕事じゃないね、そのご飯とか終わった、ご飯マツパとか、お買い物が終わった後にとパちゃんと合流して、パちゃんと一緒にいたんですけど、パちゃんは寝てなかったらしくて、私は私だけが寝てた。1時間ぐらいかな寝てたっぽい。起きたら暗くて、そちゃん寝てたねって言われて寝てたわと思って、夜が寝れそうになくてドキドキ。でも最近目つぶってね、なんかいつの間にか寝れてるんですよね。昨日もそうだった、昨日も夜もなんかそんな眠たくなかったんだけど、目閉じたら寝てて1時には寝てた。無水カレーは食べたことないからね、作りたいんですよ。レトルトのカレーの種類すごいですよね。ご当地のなんかカレーとかも食べれるぐらいめちゃくちゃあるよね。ウイさん、ルーペありがとう。ハヤシライス、うわーいいよね、玉ねぎトロトロで、わかる。カレー焼きそばってあるか、でも探したらありそう、カレー焼きそば。私カレーうどんは聞いたことあるけど、カレーそばは食べたことなかった。カレーそば、そばそば、バラッバラッバラッ。イケスさん入ってありがとう。あ、愛してる、愛してます、ありがとうございます、愛してます。温かい格好していてね、お、ありがとうございます。そう、ちゃん今日のね、ツイートポストでも書いたんですけど、ちゃんとね、ノースリーブ納めをしましたので、明日からは、まあ、今日も半袖だけど明日はね寒いっぽいので長袖を着ていこうかな、薄めの。
カレー、カレーあんま口しか食べれない。辛いのは苦手です。苦手だ。苦手マンです。何着ていこうかな明日。林作さん可愛い、ありがとうございます。うわ、昼飯にカツカレーを食べた俺は勝ち組。それは勝ち組だ。勝ち組すぎる。ソラハになんでお誘いしてくれなかったんだ。カツカレー食べるけどどうですかって。さあ今日何食べたかっていうと、なんか全然食べる気力がなくってあんま食べてないです。あのお昼に配信であれを食べたやん。あの飲んでた梅ジュース飲んで、あ、マロッシュ、グミのマロッシュ全部は食べてないけど、マロッシュをちょっと食べて1日かけて、で唐揚げ棒、ネギマグロ、カフェラテ。でもね、ご飯が食べれないんですよね。なんか食べたい記憶が出てこなくて。でも食べました、自分的には。自分的にはめっちゃきなこさんありがとう。ルーペ、え、わかる。そうなんよね。あのなんかさ、うちもね、みんなもちろんハヤシライスよりカレー派だから、シナノケだからさ、あんまりハヤシライスが出てこなかった。しかもお父さんはカレーよりクリームシチュー派だったから、クリームシチューがよく出てきてた。リンコさんハートありがとう。ソラハの配信見るだけでテンション上がる。本当に？それはよかった。これ以上僕のまつげはカールしません。え？もうビョンビョンってこと？めっちゃ羨ましいよ。羨ましい。目開けて寝てた。え？多分寝てたと思うよ。寝てたと思う。としきさんありがとう。ルーペ、かまちゃんさんとうとうありがとう。そう、 STU はそう、昔ねココイチさんとコラボしてたんですよ。実は実は。かあちゃんさんありがとう。帽子となるほど。手作りカレー、でも無水カレーとか食べたいんですよ。あのドライカレー、ドライ無水カレーはトマト缶で、ドライカレーはなんかいろいろいるらしいんですけど、食べてみたい。自分で使って。カレースパゲッティ美味しい。茹でたスパゲッティにカレーをかけるだけ。スパゲッティってもうさ美味しいやん。それにカレーはもう美味しいやん。カレーか、カレーラーメンか。すごい新しい。そうだよ、明日みっちさんと一緒。食べてるよご飯。吉野家、吉野家ハヤシライスあるの？嘘。そんな進化してる吉野家。吉野家ハヤシライス、嘘。牛ハヤシライスだって。ニューって書いてる。めちゃくちゃに美味しそう。肉の旨と野菜の甘み、トマトの酸味が合わせる。見て、しかも牛ハヤシだって。牛ハヤシ、牛ハヤシライスだって。吉野家知らなかった。めってめって待って。確かにね、こういう牛丼屋さんってカレーとかはあるけど、ハヤシライスのイメージがなかった。うわー待って、めっちゃ美味しそうやん。こんなんもう分かって。すごい、帰ってきた。看板メニューはもちろん牛丼、牛丼だけはなく、10月2日より牛ココカレーと牛ハヤシを販売。2022年9月末に牛カレーを忙しく、2021年から秋冬限定なんだ。カレーも美味しそうだけど、ハヤシライス美味しそうすぎる。でもね、あのね、スキヤ、ハヤ、スキヤ、吉野家、松屋はね、私行かないんですよ。なんでかっていうと太るからです。
安いのにめっちゃ美味しいじゃないですか。だから私本当によく食べてたんですよ昔。じゃあブク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 太っていったので食べれに行きません。ダメです、ダメです。天ぷらそばしてた、うわーいいね。お蕎麦屋さんでうどん食べてたのか。でもすごい美味しかったの。でもね、そういう蕎麦屋さんとかのねうどん美味しいからね、だしが。こんばんは。え、ヨーグルト大きめを丸ごと入れてます。でも滑らかになりそう、美味しそう。こんばんは。なんかね、その昔そのレッスン、中学2年生3年生の時とかね、そのレッスンが終わった後メンバーとね、そのドラーさんとかで一緒にそのすき家がね近くにあったからすき家行っとったんよ、帰りによく。で私はチーズ牛丼が大好きだからチーズ牛丼の並を食べてたので、安いじゃないですか。で食べとったら、でもねそれも毎日食べてるわけじゃないけど、食べとったら太っていたし、なんか昔 AKB の握手会とかがある時にそのやっぱり東京って4時間かかるから、まあ、連泊っていうか、まあ、1泊前泊か後泊で1泊することが多かったんですけど、その時に近くにすき家があって、朝だったり夜だったりすき家でテイクアウトしてホテルで食べとったから、食べとったらいつの間にかブク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 太っていって、もう大変なことになってたので、もう牛丼とかそういう系もう食べないようにしてます。安くて美味しくてなんかすぐ出てくるじゃないですか、一見食べんようにしてる。真空圏さん、だるまとルーペありがとう。そうだよ、もうねダメ。でもサラリーマンとかなんだろうね、そういう方々に思ってこいだよね。私は待って、めっちゃご飯もついとるしお肉も美味しいのに良くないですか。めっちゃね、そらもうアイドルやってなかったらもうそんなバクバク食べたいけど、体型管理をしないとっていう脳なので、してますね。自炊、自炊じゃない、やめる、我慢。リキーさん、ハートありがとう。そう、ラーメン屋さんでラーメン、嬉しい。 YouTube 見てくれたのかな、ありがとう。アイスのカロリーは、うん、アイスは私食べても太らないんですよ。固形物じゃない、溶けるからね。昼も話したけど、うん、美味しいもの、そうなんだよ、美味しいものほど太るの。なんで？そうだけど、わかるけど、なんで？リキーさん、ハットありがとう。テンデウダギさん、ルーペありがとう。吉野家も、確かにね、なんか波とかね、全然めっちゃ安かったイメージだけど、やっぱ年々ね、上がっていって高くなっちゃって。なんでもかんでもだけどね。でもかんでもどん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 高くなっちゃう。こんばんは。明日のね予定がまだ来てないのでわかんないんですけど、明日は朝の5時ぐらいからかな、配信しようと思います。よろしくお願いします。夜はねどうなんだろう、多分できないのかな。明日はその、ね、時間がね出てき、予定が来たらまたちょっとやりたい、言いたいんですけれども、リンサクさん、ハートありがとうございます。
え、何？アイスは冷たいから食べても体を温めるために、あ、カロリー消費するから実質ゼロカロ、え、めっちゃいい考えやんそれめっちゃいい考えやん。え、わかる、そうなんよ。なんかさ、アイスってさ、もともと固形じゃないですか。でもね、溶けた口の中入れたらさ、すぐ溶けるじゃん。で、液体になるじゃないですか。私、液体になるものはもうカロリーが表示されてたらもうゼロだと思ってるでしょ。カフェラテとかもで、お腹いっぱいになるし、で、甘いものを、アイスとかって甘いじゃないですか。甘いものをたくさん摂取したら、そのもうお腹がいっぱいで食べれなくなるんですよ。だから食べる。うえー、ちんさん、なるほど、ありがとうございます。すーさん、ハートありがとう。え、めっちゃ食べとる。焼き芋、肉まん、あんまん、ピザまん、すき焼きまん、ピザマン、チーズ入りソーセージマン、めっちゃ食べてるめっちゃ食べとるやん、すごっ。え、でもね、今日お昼配信の時に焼き芋どうみたいな言われて、焼き芋食べようかと思ったんですけど、焼き芋が、私が好きな焼き芋がなくって、そう、買えなかった。焼き芋と思って行ったんですけど、しかもね、あの、あったお店もあったんですけど、なんかちっちゃくて、さつまいもが前まで結構大きかったんですけど、なんか細いのに長さもそんななくって、高くって、高く感じて、やめちゃった。食べたかったけどね。BKB さん、ありがとう。レインボースターとルーペ、こんばんは。そうだよ、アイスね、そうだよ、脂肪とね、そうなんよ、あの、糖分の塊でね、炭水化物も30ぐらい入ってるしね、カロリーも高いし脂質も高いけど、でも液体になるけん大丈夫って大丈夫大丈夫ってな、思ってるだけ糖分イコール炭水化物、知っとるよ。そらは毎日アプリに入れとるけん、あの、表示されるから知っとるよ。豚まん、肉まん、安い方のやつをよく食べるけん豚まんかな。えきさん、ありがとう。バラと回復薬、うのすけさん、ルーペありがとう、こんばんは。え、ドンキホーテのあの、あ、ドンキにありますよね、焼き芋、気になる。え、ドンキの焼き芋が美味しいらしい。え、気になるよ私。ドンキね、行ったらさ、あるじゃないですか、レジ横ってか、レジ近くに、あれ気になる、ドンキの焼き芋。でもね、ない時もあるの、焼き芋売れとるんかなと思って、気になる。こんばんは。ローソンのナルト金時の焼き芋美味しいらしい。え、何それ。え、でもなんかローソンとかコンビニのスイーツの棚、なんかシュークリームとかの棚に冷やし焼き芋みたいなある、300円ぐらいで。それは多分スイーツ系のあれだと思うけど、美味しそう。ドンキの焼き芋ちょっとポストでエゴサしてみよう。ドンキ焼き芋、え、なにこれ、22時間前ドンキ限定グミ、ドンキの焼き芋がグミになった、だって、なにこれ、すご。え、甘くて美味しいらしい。焼き芋やって、焼き芋大きさがね、ものによって違うらしい。何これ、ドンキの焼き芋スプレッド、塗って焼いたらまるで焼き芋だって、すごっ。見て、食パンに焼き芋の自動販売機ある。え、すごっ。え、すごい、あ、ファミマか。
そう、え、なんかめっちゃ出てくるよ。焼き芋めっちゃ美味しい。焼き芋グミだし焼き芋も塗るの、すごやば、めっちゃあるよ。なんか焼き芋、うわ美味しそう。焼き芋ドンキね、畑のこだわり、糖度へのこだわり、焼き方のこだわり、美味しそう。うわめっちゃみつみつやん。感謝やば、いやー待ってめっちゃ美味しそう。50人に1人が食べているドンキの焼き芋らしい。食べたことない。そんなん言われたら食べたくなっちゃうじゃん。うわねっとりしてて甘くてめちゃくちゃ美味しい。だってうわドンキドンキドンキすごい、ドンキのグミ、ドンキのグミすご、丁寧うなぎさんありがとう。猫猫ありがとう。ねえ分かる、そう絶対美味しいものってね、美味しいものはね本当にカロリーが高いものが大体多いので、もうね大変だよこんなの。もう美味しいですもん、絶対に美味しいですもん。焼き芋グミ気になる、ありがとう。こんばんは。焼き芋トースト美味しそうよ。ドンキ、ドンキのさあのドって書いてるやつさ、めっちゃなんかいろいろ出てるよね。めっちゃ有名らしい。焼き芋のお酒とかあるらしい。すごっ、みんなが焼き芋好きやからっていっぱい出して、焼き芋美味しいらしい。これ焼き芋の食パンに塗るやつめっちゃ美味しいって書いてる人がいる。ねえ美味しそう。ダメだよ、めっちゃ出てくる。ドンキ焼き芋って調べたら。悔しい、どこに悔しさをって感じだけど、美味しそうすぎて。ぜひ本日のポストノースリーブ納めの写真、ぜひいいねとリポストお願いします。おいしそうすぎる。やばい。ソラハは最近すごい Vlog とか見よるんですけど、なんか日本から出たいっていうか、パスポートが2020年に作って、この前見たら2025年で一回更新しないといけないんですよ。一回日本から出てみたい。私行ったことないんですよ。なんかよくさ高校のさ修学旅行とかで台湾とかオーストラリアとか行きましたみたいなのあるじゃないですか。私行ったことがないから、外国に。なんか一応みたいなお仕事につながるかなと思って、そう昔5年前加入してすぐぐらいにパスポートをママと作りに行ったんですけど、使わなかったの で更新する前にパスポートを使いたい。外国に行きたくて最近いろんな人の Vlog 見てます。ヨーロッパとか行ってる人で、めちゃくちゃ行きたい。もう王道に韓国とかだったら東京行くよりも近いみたいなの言うから行ってみたさがある。結構韓国行きたいって言ってる人多いけど、しゃっくり。こんばんは、ありがとうございます。返信嬉しかったですよ。めっちゃ味覚えてない、味覚えてないかい。村上さんありがとう。ルーペ、そうなんかね、そう20歳以下はね5年しか作れんし、だから次は10年、その来年更新するときは10年。ミニストップの台湾蜜芋ソフト美味しいですよ。一回食べたことあります。芋がもうみつみつしててめっちゃ美味しかったです。
言ってたね。広島も遠いから実質が良いじゃん。まあ確かにね、東京からね、まあ飛行機だったら1時間ちょっとだけど、そっからバスでね市内に来るの大変だし、新幹線で4時間だしね。確かに遠いけど、めちゃくちゃ行きたいんですよ。そのね、その言葉通じないとかは、なんかそのメイクさんがね、すごいいろんなところに行く方がいらっしゃって、韓国もそうだし、この前はパリに1ヶ月ぐらい行ったみたいな、そのお仕事とかでとか、なんかいろいろ本当にめちゃくちゃね行く方がいらっしゃるんですよね。でなんかその方によると、その方もほんまに全然喋れんけど、なんか大丈夫って言ってたから、行けるんじゃないかなって思ってる。しかもさ、よく日本人がその観光とかで訪れる有名な、その例えば韓国とかもそうだけど、そういうとこって分からんけど通じる人がなんかいそうなイメージがある。あとそういう都市ってやっぱりちゃんとこう、日本もそうだけど韓国語、英語、日本語とかでさ、こう書いてるところとかあるじゃないですか。やけん、だから行くところにもよると思うけど、なんかそういうの書いてたりしそうだから、いけるんじゃないかなって勝手に思ってる。そんな甘ないと思うけどそんな甘くないって感じだけど、めっちゃ行きたい。パスポート更新する前に行ってみたい、ね、こんばんは。そう、韓国行ってみたい。日本語、あ、やっぱり日本語の説明とか書いてあるところもあるよね。だよね。グアム、おお、え、出てきな、行ってきます。 ST48 なんかあのチャーミングトリップの番組で、南さん、コッコさん、みちさんがね、確かタイに行ってたりしてたんですよ。それは番組だからあれだけど、なんかそういうタイとかさ、こうやっぱそういうとこめっちゃ王道かもしれんけど行ってみたい。2日間とかでもね、休みがあれば。あんまり韓国と時差ないっていうし、あのめっちゃ寒いみたいなよく聞くけど、だから冬はもう絶対にダメだけど行ってみたい。英語もず、え、英語喋れん、英語喋れんよ。そらリコチと行こうかな。リコチ、あ、そうやね、確かに確かに、ゆりさん、ゆりさんとまいちゃんが何のお仕事だった、なんかの雑誌の撮影なのかな、あれよね、あの雑誌の撮影かなんかで言ってたよね。韓国日本語で喋れる、本当すご。韓国語とかマジで分からんから、挨拶ぐらいしか覚えられない、文にはできん。こんばんは。ベトナムは日本語、ベトナム、確かにベトナム、ベトナム結構でも聞くよね、ベトナム。へえ、そう、リコチ、え、あ、え、ノアピも、ノアピも英語喋れるの、すごっ。ノアピバイオリンしとるらしいからね。あ、そうだよ、みんな昨日ねポストも、ポストさせていただいたんですけども、今 2.5 期生、あの 2.5 期研究生ちゃん、あのアズミン、アズミン、リオツン、クルクル、ノアピの4人がその昇格をするための企画が始まったそうで、あのニューウェーブプロジェクトのねチャンネル登録者数が1万人3月末までだったっけならしくって、今2370人、昨日見た時、私が見た時は
1000人前だったのであれなんですけど、まだね昨日の多分生配信だけなので、そのなんて言うんですか、まだ動画とかは出てないんですけど、なんか随時動画投稿されるらしいし、あの4人が1万人達成目指して、その昇格できるために頑張っているそうなので、昨日から始まって、もしよかったら、あの私がね昨日夜っていうか、もう日付変わった瞬間にポストしちゃって、あーってなったんですけど、あの 2.5 期生ちゃんのニューウェーブプロジェクトの YouTube チャンネルがありますので、そちらをチャンネル登録してくださると嬉しいです。しっかり私もチャンネル登録させていただきました。まだね生配信の1個しかないんですけど、頑張ってほしいよね。なんかいろいろ企画も発表されたそうなんですけど、ね、すごい、なんかいろんなね意見とかもすごいあるんですけれど、 2.5 期生ちゃんがね昇格して、もっと活動の幅っていうのかな、広がったらいいよね。アンジェラモンスターさん、だるまありがとうございます。岩尾さん、ハートありがとう。そう、びっくりした。私もさ昨日さ、そのニューエイプロジェクトちゃんのね、なんか企画発表みたいな、なんかしとったからさ、なんだろうと思って、そのパセとお寿司食べながら見よったら、昇格みたいな、え、どういうことって思ってなんかそういう企画があるらしいので、皆さんもねきっとチャンネル登録もうすでにしてくださってる方が多いと思うんですけれど、まだの方はねよろしくお願いします。カイトさん、ハートありがとう。バンジェラモンスターさん、だるま、ユダさん、ヤオさん、ハートありがとう。テネヨナギさん、お化けありがとう。そう、1万人登録数がいったら昇格っていう企画らしい。すごいよね、なんか頑張ってほしい。2期生ちゃんの時もさ、あのサンプラザホール埋めれたらみたいな昇格だったよね。もう今年はノースリーブ見られへん。ちょっとね、私もねまだノースリーブ納めしたくなかったんですけど、あの気温を見ると結構もう今日から来週もね結構低そうなので、最高気温が昨日でねノースリーブ納めしました。半袖です。でも半袖そうだよ、花だれ公園も多分、ね、1人3歩時ぐらいやってますよ。研究生ちゃん 2.5 期やばいよね。チャンネル登録ね大事です。多分みんな STU ラボね、見てくれてると思うので、多分ね、だからみんなYouTube のアカウントは持ってると思うので、多分アカウントも持ってない方もねいらっしゃると思うんだけど、ぜひぜひよろしくお願いします。再来週の暖かさに期待してえ、でもねもうねあれよ、衣替えしようと思ってるよ。明日明後日は忙しいからあれなんだけど、でも来週からもねそのリハーサルとかが始まるからだけど、合間を縫って私は早く衣替えをしないと
一生半袖着ないといけなくなっちゃうから、そう変えようと思ってる。そうノースリーブ、ノースリーブ始めました。冬でもノースリーブ、あれね、レッスンの時は全然ノースリーブ着ますよ。全然ノースリーブ着ます。だって本当に袖が邪魔なんですよマジで。この前半袖でレッスンしたんですけど、邪魔でもうこうやって腕めくってやってましたもん、レッスン。あのこの前のギガソニのレッスンの時、ギガソニレッスンの時に半袖に行ったんですけど、やばい邪魔だよってなってやったから、踊る時はね袖がいらないだけ。ちゃんとお家からはアウターとかスウェットとか着てやるけど、でレッスン始まったストレッチの時とかは多分長袖でやってるけど、やっぱ踊っていったりとかさ、通しでやるってなったら最初は寒くても踊っていったら体が温まって熱くなるじゃないですか。ってなったらもうより袖がいらないし、あざいってなるから、ノースリーブ、だからノースリーブはレッスン着で使えそうなノースリーブはまだしまわず、ちゃんとね普通の日は、普通の日はちゃんと長袖着るよ。レッスンとかない時にめっちゃ寒いのにノースリーブでイルミネーション見に行くとか、そんなさすがにしないんだけど、安心してください、ちゃんと風邪ひかないようにしますよ。雪パラパラ降ってんのにノースリーブで、ノースリーブにマフラーで変態みたいなのになっちゃうからね、ちゃんとアウター着て暖かくしていきます。安心してください。寒いって思うからね私も、そんな無敵じゃないから、無敵じゃないから、寒いって思うから、普通にメンバーと遊ぶ時は長袖だけど、そのレッスンの時は袖がいらないと思うじゃん。レッスンだけだからね、レッスンの時は袖がいらないってなるけど、普通の時は逆に寒いから袖いるって感じ。長袖のソラハなんてソラハじゃないよ。待って待って、いやいやいや、今まで長袖めっちゃ着とったよ。めっちゃ長袖着とったよ。明日暇なんだけど何しよう。明日は幕張メッセで待ってます。幕張メッセで待ってます。ランウェイステージとパフォーマンスステージ、コキーさんハートありがとう。ランウェイは15時20分からです。パフォーマンスは16時20分からです。1時間違い。他のアイドルさんとかもいるんですけど、楽しみだな。あー明日、そっか、でもそれはそっちが第一優先なので、会いたいけども、会いたいけどもそれはそっちが第一優先だ。こんばんは。暖房、でもね今日朝めっちゃ寒くって、そまださその衣替えしてないから、タオルケットなんですよ寝るとき。タオルケット寒くって、毛布はちょっとさすがに早いから、ちょっとシャカシャカの布団にしようかと迷っておる。シャカシャカお布団。
こんばんは。あつのりさんありがとう。ラブレター。冬でもノースリーブ。あつのりさんハートありがとう。明日行けないですがラーメン応援してます。ありがとう。じゃあ応援電波を送っててください。10月28日、ええそうなんですよ、びっくりした。10月28日、そうマイカー公演があるんですよ。でもどうなんだって感じです。知らなかった。てか出れるのかな私。マイカー公演、私のポジションはゆなゆなちゃんなんですけど、ゆなゆなちゃん最近出演し、ね、されてないからと思ったし、でも2部がなんか花だれ公演があるらしいんですけど、多分ココアさんがそっち出るんじゃないかなとか思ったり。そうパセに言われたんですよ。ソラハさんみたいな、10月末マイカー公演単独ありますよみたいに言われて、どういうことってなって、って言ったら、どこに発表されたんって言ったら、公式にって言われて、ってなって、10月28日土曜日一部 ST48 と輝かずのマイカー公演、開演時間調整中で、しかもねライジングホールなんですよ、山口県。だからゆめりんさんがラストマイカーなのかなと思って、で花だれゆめりんさん出るってなったらきっとココアさんが出るだろうっていう予想で、もしかしたらマイカーだけ出て花だれ出ないとか、両方もしかしたら出ない可能性もあるんですけど、出たいよ。10月28日、信長さんありがとう。ルーペ竹山さん、あなたバカマちゃんさん、ファイ、あーなるほど、ありがとう。あつのりさんハートありがとう。かまちゃんさん帽子ありがとう。山口県久しぶりですね。まず県外が久しぶりかもしれない、その全国ツアーとか以外での公演、県外、広島県外は久しぶりかも。しかもその日しかね、山口県で行われるのは、ゆめりんさんラストマイカーなのかな。どんな感じになるんだろう。出れたらいいなって感じだけど、出たすぎる。ようさんバラありがとうございます。そう10月28日山口県でマイカー公演があるそうです。出たいよ。出れますようにって願っときます。もう私は、こんばんは。みんなも願っててください。空がマイカーの単独出れることを願ってて。こんばんは。よいしょ、山口県です。しかもマイカー単独ってなったら、あれ、あ、でも今日あれですよね、マイハさんの生誕祭でスタジオが単独で、10月頭に10月頭南さんの生誕祭がチャートリーであるし、で10月の中旬以降に四国の単独もあるし、あれかな、もうこれから単独がメインになってくるのかな。最近対バンが多かったから単独メインになるのかな。楽しみだな。出れますように、マジで出れますように。知らなかったから公演あることが、きっとね、10月末はみんな広島にいるじゃないけど、多分ユミリーさんの卒業公演に向けて、卒業コンサートに向けてみんないると思うから、みんな出れる可能性があるんだよね。だから怖いよ。ノブラさんハートありがとうございます。お、次の日山口行く用事があるからなんとか行きたい。待ってる。出れるか分からんけどね、いつからいつそのメンバーが発表されるか分からんけど、出れたらいいな。もしそれ出れるってなったら、明日10月7日のパフォーマンス、あ、でもパフォーマンスがあんまりないのか。
明日パフォーマンスは28ぐらいなのか。今月あんまりパフォーマンスない。まあでもお話し会がね、幕張メッセで21日にあるからあれだけど、早く会いたいよねみんなに。だってさ、まあ、公演とかで会えてるけどさ、お見送りだけじゃないですか話せるのは。公演中はレスとかであれだけど、みんなの声は聞こえれん聞けないから、早く会いたい。瀬戸内でもっとね活動していきたいよね。研究生ちゃんがね、瀬戸内7件をその今回のツアーで回ってくれたけど、1期ドラさん2期は全国ツアーでね、全国は回ったけど、各グループが48グループさんがあるところには回ったけど、瀬戸内は回れてないから、あれをね、瀬戸内回ったのはSTU48 校がなくなる時だから、2年前とかからあまり瀬戸内は回れてないから行きたいよね。花だら公園もなんかどっかの県に2県ぐらい確か回れてない気がするから、行きたいよね。もっとね瀬戸内でも活動していきたい。タイミング、なんか日によりますね。今日は知らなかった、びっくりしました。10月と11月のね、公演予定が出てびっくりした。ゆみりんさん、あ、そうそうだよ、みんな ゆみりんさんの卒業コンサートの販売が始まりましたよね。あ、プレイガイド先行チケットだ。あ、始まってないのか、明日からか、明日のお昼からだ。ぜひねお待ちしてます。ゆみりんさんの卒業コンサートのプレイガイド先行チケットが明日の12時から始まりますので、またメールにも書きます。よろしくお願いします。すごいよね、 STU 全メンバーから48かな、48人に会えますよ。アーナともラストかな、一緒にこうパフォーマンスできるの、大きなコンサート。そうよ、アーナの卒業公演も発表されてたよね、10月5日。まあ、この前の最終活動のやつでさ、あれだったけど、出れるのかな、まあ、出れなくても私は見に行く絶対に。ココアさんが出るだろうな、アーナの仲いいイメージがあるから、ココアさんとアーナ、うわー最近全然出れないよ。頑張りますね。こんばんは、一般そうだよ、リミリンさんの。みんなでね出ますので、でもどんな感じになるかわかんないんですよ、私たちも。だからなんかね、言いたいというかね、こんなことをしますよとか言えたらいいんだけど言えないので、楽しみにしててください。またねレッスンとか始まったりとかしたら言えるかも、匂わせ。でも空的にはなんか一期生さんで立つステージとかが多くなるんじゃないかなと思う。こうニャーポッポさんとか滝福とかユミココアとか、なんかいろいろありそう、楽しみ。こんばんはパセリのルームから飛ばされました。だってなんか見たことある人のところに飛ばされましたかパちゃんから飛んできたよって、いつもお世話になってます、どうもです。
楽しみだな。ふうさんの卒業コンサートの時はあのそういうのがあったから、にゃーぽっぽ滝福みここはとかやって、あとなんだろうな、研究生ちゃんとユミリーさんとか、ドラさんとユミリーさんとか、一期生さんだけとか、なんかありそう、二期生とユミリーさんとか、楽しみだな。うんね、グリーンアリーナどんな演出になるのかも楽しみ。演出いつも STU48 のコンサート、周年コンサートとかの演出をしてくださっている方が今回も演出に来てくださるそうなので、楽しみ。あの武道館の時とかやってくれてました。あ、待って待って、明日の予定が来た。お、ちょっと待ってよ、明日は朝5時から配信しようかな。朝5時から夜がね、できそうでできなさそうで、できそうでできないって感じなので、朝5時から配信しよう。瀬戸セブン復活したいよね。瀬戸セブン復活したいよね。瀬戸セブン7人復活したいよね。7人バージョンのね、一杯の水がないからあれだけど、7人でやりたい。ちょっとテロップじゃないわ、入れとこう。明日5時から明日は7日。でも確かにあずささんとパルトさんは一応あの芸能ね、あのそのやってるから、ワンちゃん来てくださいそうっていう勝手な予想だけど、アイポンはどうなんだろう。セットセブン復活したいね。勝手に復活する？勝手に復活するとは。デュアンガさん、D サクさん、ハートありがとう。スーさん、レインボースター、デュアンガさん、ルーペありがとう。練り歩きやりたい。めっちゃ楽しかった。練り歩きはいつぶりや、チャリティーコンサートぶりにこの前 の, あの全国ツアー大阪のファイナルでやったんですけど、超楽しかったです。撮影管理とかにしても良さそうだけどね。めちゃくちゃ近くてなんかうわーってなった。わー、どんな感じのセットリストになるんだろう。でもね、練り歩きやりたいな。練り歩き、そうだよ、めちゃくちゃ人がねすごいたくさん入るから。練り歩きしたい。いっぱい歩いちゃおう、勝手に勝手に歩いちゃおう。これから味噌食べますだって。ダメだよ、ダメダメだよ。ソラハにもください、味噌。カードの人さん、ありがとう。なるほど、音符ありがとうございます。パルプさん、ありがとう。ハート、うわ、なんか言った。空飛ぶ演出とかあるよね。そう、 AKB さんの大きなコンサートとかでよくあるイメージ。どんな感じになるんだろうね。なんか想像しただけ、こう今までのこういう卒業コンサート、他のグループさんの卒業メンバーさんの卒業
コンサートとか映像とか写真とか見たことがあるから広がりますよね、そういうなんか想像がどんな感じなんだろう。ワクワクだ。あ、そうだね、総選挙の時も撮影可能でしたね。じゃんけん大会も、じゃんけん大会の本戦も練り歩き行った気がする。やばいよ。いや、みんな練り歩きがあると言ってませんよ。ただ勝手に予想してるだけです。勝手に予想して勝手にワーワー言ってだけです。大阪の練り歩きもね、びっくりしたよ。急遽入ってわーってなったよね。めっちゃ楽しかった、みんなの近くに行けて。楽しみ。どんな感じになるのか私たちもまだ本当に分かんないので、早くセットリストも知りたい、演出のやつも知りたいって感じなんですけど、明日の12時からね、プレイガイドでしたっけね、始まりますので、ぜひチェックしてくださると嬉しいです。ユミリーさんにね、笑顔で卒業していただきたいっていうかので、たくさんのペンライトの海っていうのかな、私たちも見たいし、ユミリーさんのペンライトの水色でね、見たいな。お待ちしてます。あきもさん、ありがとう。ルーペでは壇上を読みます。13位ミロさん、12位バンジェラモンスターさん、11位リーザクさん、ジンヤオさん、キュンヨウさん、アチイキズナさん、アナイトシキさん、ヌクインスーさん、グンユイさん、4位 BKB さん、3位カマちゃんさん、2位イキャスさん、そして1位は天然うなぎさん。ありがとうございます。ありがとう。お話し会の第一再販で申し込みしてくださって、当選してくださった皆さん、手続きの方が本日10までとなりますので、まだの方はよろしくお願いします。そして明日はですね、東京の幕張メッセで行われるギガギガソニックさんのイベントに出演させていただくということで、朝5時から配信をしたいと思います。すっぴんの寝起きマウンだと思うんですけど、見に来てくださると嬉しいです。そして、ランウェイのステージの方が、15時20分から、15時30分の10分間の間に、サコちゃんと ST48 からサコちゃんと私が出演させていただきます。そしてパフォーマンスステージは16時20分から16時45分までの25分間、みっちさん、あ、みなみさん、みっちさん、ひなさん、さこちゃん、くるくる、りおつん、私の7人が出演させていただきます。7人ステージは初めてということでドキドキなんですけれども、たくさん大きなステージということで、たくさんの方に好きになっていただけるよう、あと結構個人的には前の方のポジションで踊らさせていただくことがたくさんあったので、見に来てくださると嬉しいです。チップさん、ハート、ナさん、ハート、ありがとうございます。ララバイさん、リサクさん、ありがとう。こちらこそありがとうございます。イタチさん、ゴーさん、ありがとう。ルーペ、そう、5時ぐらいからしたいと思います。寝てると思う。そうだよね、そうだよね、でも寝てると思うので、お休みの方とかはね、もういっぱい寝てください。だって月曜日から金曜日までいっぱい頑張ってたと思うので、いっぱい寝てください。私はもう今日いっぱい寝たし、この後も今日は早く寝れたらなって思ってるので、夕方に10時間ちょっと寝ちゃったからちょっと不安やけど、寝たいなと思います、早く。ではでは、明日、そうやね、明日はもうちゃんと袖付けのお洋服着ます。ノースリーブはもう、ノースリーブ納めは昨日したのでね、大丈夫で。ではでは、配信を終了したいと思います。この後お休みメール送りますので、また遊びに来てください。返信してくださいだったまた配信しようとして、昨日はごめんなさい、本当に昨日はプーンって、なんか何だったっけ、あ、推薦コメントが届きましたっていうのが来たから、あ、見ようと思って
そう開いて、どうやったっけ、あのいろいろねショールームアップデートされてるからなんか見方が変わっとって、でどうやったっけと思ってそう YouTube 見ながらなんか携帯触ってたら配信のスタートみたいになっとって、ちょっとめっちゃ2分ぐらいだけ配信しましたもう大丈夫なので、もう推薦コメントちゃんと見たので安心してください。あのゲリラで2分だけしちゃいましたということで配信終わります。推薦コメントもショールームのコメントもありがとうございます。また明日の朝5時からお会いしましょう。ではバイチャラポー、またねー、おやすみちゅー。メールの返信もありがとう、元気になったよ、バイバイ、いい夢見てね。